標本調査では母集団から標本を無作為に抽出する。これが大切ですよという話をしたと思います。まあでも無作為に抽出するって結構難しいんです。さっきの例で考えてみましょう。中学生が動画を見てくれた。この動画を見た中学生を集めて母集団としてるんやけど、ここから無作為に標本となる4人を選ぶとすると、どういう方法があるでしょうか？なんか無作為だからあまり何も考えずに、精神を統一して無心になって、何も考えず、あなたと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 、こう思いつくかもしれません。けどこれすごい作為があるよね。人間の心がすごい影響しそうです。こういう時に多分みんなが最初に思いつくのは、番号を振るということじゃないかなと思います。席替えをする時とかもこの番号を、出席番号とかを使うんじゃないかなと思います。人の名前で考えたり、人で考えると難しいので、こうして1番、2番、3番、4番、5番と、番号を振っていって、そこから例えばくじをすればいいよね。番号の紙を、作って箱に入れて、目をつぶって、取れというようなことを、4回すればいいかもしれません。まあ、けどこれも完全に無作為にするのって結構難しいです。紙の大きさは完全に同じにしないと、なんか取りやすい紙があったりしちゃいけないよね。それに箱から取り出す時とかも、取りやすい位置とか取りにくい位置とかが出てしまうと、やっぱりそれは良くない。無作為ではありません。まあ、なので無作為に抽出するって実はかなり難しいことなんです。こういう時にどういう考えを使えばいいか、実は便利な考え方があります。乱数というものを使う、考えればいいんです。乱数って何かっていうと、すごく簡単に言ってしまうと、決まりのない数の集まり、これのことを乱数と言います。なので、無作為に抽出するっていうのは、ある意味、乱数を作るということなんです。この数字、これを決まりのなく取り出す、決まりなく取り出すってことなので、乱数を作るというふうに見ることもできます。そしてこの乱数は、こうした調査や数学の中ではよく出てくるので、乱数を作る方法というのがいくつかあるんです。この動画でちょっとそれを紹介しておきましょう。さっきの1から20人ぐらいよりももうちょっと広げて、1から500までの数字を無作為にいくつか抽出していきたいと思います。つまりこれは1から500までの、別の言い方をすると乱数を、作るというふうに、見ることもできます。これをやっていきましょうと。まず方法の1つ目、よく使われる方法の1つ目、乱数彩というのがあります。この彩って何かっていうと、サイコロの彩です。みんなが知ってるサイコロって立方体、こういうサイコロで1から6まであるんじゃないかなと思います。これ立方体やねんけど、別の言い方をすると正6面体と言いました。同じ正方形の面が6つからできている正6面体のことを立方体と言ったんよね。これには1から6までの数字が振られていて、1から6は全て同じ確率で出ます。こういうふうに正多面体というのは、全ての面がサイコロを転がした時に同じ数だけ出るわけです。ってことは無作為に抽出される、1から6がある意味無作為に抽出されるというわけやね。まあ、なので1から6だとちょっと使えないんやけど、こういう正20面体を使えば、整数というのを使っていくこ作っていくことができます。まあ、正10面体があればいいんやけど、正10面体というのは作ることができないので、代わりにその2倍ある20面体を使う。そして数字は、1から20じゃなくて0から9のものです。なのでちょっとこの写真、正20面体にはなってるんやけど、20までじゃなくて0から9の数字が書いてあるのが、それぞれ2面ずつある、サイコロのことを乱数彩と言います。まあ、そうすると、
0から9がすべて2面ずつあるので、サイコロを転がしたときには0から9までの数字が同じ確率で出るわけね。無作為に抽出されるわけです。そしてこのサイコロを例えば3つ用意すれば3桁の数を作ることができるよね。例えば1つ目のサイコロが3でした。2つ目のサイコロが9でした。3つ目のサイコロが0でしたとなると、390という数を作ることができます。そして0が入っているので、例えば007となると、この7という整数も作ることができるよね。なので乱数差を使えば乱数を作る、無作為に数字を抽出することができるんです。これ乱数の作り方1つ目。そして2つ目は、教科書とかにもよく載ってる乱数表というのを使う方法です。この乱数表は教科書ある人はぜひ見てみてください。こういう乱数が並んでいます。決まりのない数が並んでいます。ここから1から500までの数字を作ってみましょう。どうするかというと、この中から無作為に1つ数字を選んでみてください。どこでもいいです。目をつぶってペンをパッと立ててみるといいかもしれません。よし、これにしてみましょう。19ですよと。そしたらここから500までなので3桁の数になるよね。3桁を順番に取り出していきます。なのでこの1の数字から始めて3桁なので、最初の数は199です。これで乱数が1つ作れました。そして次は052になってるよね。なのでこれは52です。作れました。そして次は44、次の列に行きましょう。442です。442できました。そして今度は883になってます。でもこれは500までになってないので、こういう時は飛ばしますというふうにして、乱数表から乱数を作っていくこともできます。でもぜひ皆さんにこれに加えて覚えておいてほしいやり方は、パソコンがあるよね。みんなもパソコン、タブレット、学校で使ってるんじゃないかなと思います。そこに入っている表計算ソフトというのを使うと、もっと簡単にもっとたくさん乱数を作ることができるんです。表計算ソフトって学校の授業とか情報の授業とかで、使ったことあるかな。その中に関数の機能があると思います。例えば sum とかってやらなかった？これは合計を、出す関数やったね。あとはアベレージ、英語得意ですか？アベレージというのは英語で平均のこと。アベレージ関数を使えば、関数、平均を出すことができます。1000個の数の平均でも一瞬で、この関数を使えば、出すことができます。そんな関数の中に、実は乱数を作れる関数があるんです。それがこのランドという関数。ただしこのランドの関数で出てくるのは0以上1未満の乱数です。なので0以上1未満ってことは 0. 何とか何とか何とかってことだよね。例えば 0.43256 とか、こういうのが出てくるわけです。でも乱数を作ることができますよと。ただしこれそのままだと使えないので工夫をしないといけません。どうしたらいいかというと、ポイントはこれが0以上1未満に、0から1の範囲の数になっているので、1から500までの数を作りたいときは、これを500倍してあげたらいいよね。そうすると、この乱数というのはちょうど0から500までの間に収まることになってきます。なので、この実際に表計算ソフトがある人はやってみてください。ランドの関数、括弧が入れます。括弧の中は何も入れません。これに500をかけてあげると。ただし500かけると、これある数が足りてません。1未満なので、これで作られる数というのは、0から500未満の数になっちゃうよね。なので500は作れない。500までってことは、500も入れるということなので、ここに1を足してあげましょう。そうすると1から500までの数になってきますよと。そしてさらにこのままだと
この小数点の部分がずっと続いていることになるので、この小数点の部分を取り出す必要があります。切り捨てる必要があります。実はそれも関数があるんです。イントという関数があります。これは数値の小数点を切り捨てて整数にしてくれる関数です。そして、切り捨てたい部分、小数点を切り捨てて整数にしたい数をこの int の括弧の中に入れてあげます。つまり、さらにこれをどうしたらいいかというと、この int の中に、表計算ソフトには int の中にこれを入れましょう。上の乱数を出して、それを500倍します。でも500が入らないので、それに1をする。これが int の括弧の中に入りますよと。こういうふうにすれば、1から500までの、乱数を作ることができる。1から500までの数字を無作為に抽出していくことができるんです。ちょっとこれはイメージしにくいと思うので、この後実際に表計算ソフトを使って出してみることにしましょう。